トンボ玉トンボ玉は柄が入った小さなガラス玉のこと。模様のついたガラス玉をトンボの複眼に見立ててトンボ玉と呼ばれたと言われている。江戸時代には青地に白の花模様のガラス玉をトンボ玉と呼び、それ以外のものは模様に応じて筋玉、岩木玉などと呼び分けていたが、現在では模様に関係なくトンボ玉と呼ばれている。 トンボ玉がいつ頃から作られていたのかは、はっきりしない。エジプトなどでガラスの発明から間もない時代に発見されており、古くから製法が知られていたことがわかっている。中国でも隋や唐の時代には、火ひとし玉、針と呼ばれた。日本では、吉野張遺跡から、まが玉とともに、小型のトンボ玉が出土しているが、これらはエジプトからの輸入品と考えられており、 アジアを横断する交易ルートの存在を示唆する資料とみなされている。焦燥院には多数のトンボ玉と共に製法を記した書物や原料も収蔵されており、奈良時代には製法が伝えられ国内で生産されていたと考えられている。奈良時代から平安時代初期にはトンボ玉は図紙の装飾に使用されるなど仏教美術と深く結びついていた。 その技法は、秘伝とされ、トンボ玉に接することができる人間も限られていたと言われている。江戸時代に南蛮貿易を通じて、中国のガラス技術とヨーロッパのガラス技術が伝えられ、長崎などで安価なトンボ玉が多数作られるようになった。その結果、長崎の技法が、江戸で発展したもの、アイヌ民族との交易用に作られたもの、奈良時代からの製法で作られたものが、 庶民の手に渡るようになり、根付やかんざしなどの装飾品に使用された。しかし、トンボ玉の製法は写禁指令により、明治時代には耐えたと言われている。戦後に入り、江戸トンボ玉や外国産のトンボ玉を参考に復元が行われ、多数の現代作家のもとで作られている。炭火を使った手作りで、ガラスに彩色する伝統的な手法とバーナーを使った色のついた。 工業用ガラスを溶かして使う現代的な方法がある。ランプワーク技法で作られた二色製トンボ玉、松本万水、とはずかったい体三宝、1917年、228p。ありがとうございます。